カムポージーカムポージーはアメリカ合衆国のニグロリーグで活躍した野球選手、後にニグロリーグの球団経営者。選手時代は右投げ右打ちだった。ペンシルベニア州ホームステッド生まれ。ホームステッドグレーズに35年関わり、グレーズをニグロリーグの上昇チームに育て上げた。父はオハイオ川の渡し船のエンジニアをしていたが、 その後デルタ交流社という会社のゼネラルマネージャー職にあった。また母はオハイオ州立大学で初めてのアフリカ系アメリカ人卒業生で卒業後の教職に就いていた。ポージーはホームステッド高校を出てペンシルベニア州立大学やピッツバーグ大学に1915年まで通っていた。前後して1910年に 故郷ホームステッドの鉄鋼労働者を中心に、グレイズというセミプロの野球チームが組織され、ポージーは1911年からこのチームに外野手として加わる。実力のあるクラブだったグレイズは徐々にその名を広め、対戦のオファーも舞い込むようになってきていた。ポージーは1912年からグレイズのマネージャーとしても働くようになり、 グレーズの球団運営に関わっていくようになった。ニグロリーグが整備される前の1910年代、ホームステッドグレーズは、ポージーの経営のもと、多くのタレントを抱える人気球団に成長する。当時監督業もしていた、ポージーは、クラブハウス内の掛け事の禁止をはじめ、選手たちをかなり厳しい規則のもとに管理していたそうで、ある。1920年代に入ると、 ホームステッド・グレイズは近郊にあった、ニグロリーグの球団ピッツバーグ・キーストーンズから、選手引き抜きなど様々な運営上の構成で、苦しめられるようになる。よりしっかりした、財政基盤の必要性を感じた、ポージーは、1922年に、チャーリー・ウォーカーという男を球団経営に招き入れる。メジャーリーグのピッツバーグ・パイレーツの当時の本拠地だった。 フォーブスフィールドの利用許可を取り付けるためだった。また1923年にイースタンカラードリーグが創設された年からチームの強化にも乗り出す。グレーズは1923年から1926年の4年間の戦績が実に140勝13敗という強力なチームになり、メジャーリーグ球団との交流試合でも勝ち越すほどの実力をつけていた。 1929年にグレイズは、ニグロアメリカンリーグに加盟したが、リーグが1年後に解体してしまい、1930年には、再び独立系チームとして活動していた。この頃のグレイズは、オスカー・チャールストン、ジョシュ・ギブソン、ジュギ・ジョンソンなどのスター選手を多く抱え、戦績は163勝23敗にもなっていたという。 1931年に一つのピークを迎えた球団は、その後世界恐慌の影響なども、相まって経営が苦しくなり、この年を境に次々とスター選手を失っていく。財政難に直面したポージーは、資金調達のためルーファス・ジャクソンを共同経営者に迎える。1930年代の球団の実質的な権限は、 資金供給者であるジャクソンが持っていた。ジャクソンの資金により再び息を吹き返した、ポージーは、1937年に、バックレナードとジョシュ・ギブソンをグレイズに呼び戻す。グレイズはこの年から9シーズン続けて、ニグロナショナルリーグを制覇する。また1940年には、グリフィス・スタジアムの利用許可を取り付け、グレイズは前述のフォーブス・フィールドとの間で、 ホームゲームを振り分けて開催していた。当時グレーズの試合は1試合あたり3万人近い、監修を集めていたそうである。グレーズの強さは1940年代に入っても相変わらずだったが、ポージーはこの頃から徐々に病魔に侵されていく。1年以上の闘病生活の後、1946年に肺がんのためピッツバーグにて死去した。 2006年にニグロリーグ特別委員会によりアメリカ野球殿堂入り。前後するが、ポージーは1925年までモンティセロ・デラニーズというプロのバスケットボールチームにも所属していた。2年後、ポージーは今度は自らグレーズというバスケットボールのチームを組織し、後にこのチームは当時の強豪ニューヨークセルティックスを破るまでに実力をつけたという。 ニックネームのカムは名前になぞらえたものだが絶頂という意味もある。ありがとうございます。